ボートレースとこなめ、とこなめシンデレラカップ予選最終日4日目が終了しました。えぇ、ー、18人が出揃いましたが、まあ、その18人はまた後ほどご紹介するといたしまして、まあ、我々のね、えー、このトースポ動画、まあ、このボートレースとこなめからお伝えしている中でいうと、 まあ、あの中北亮、そして、えー、このトースポ動画が始まって以来の、ねえー、大変お世話になっているもう勝手に名誉顧問と言っている、えー、平田沙也加、この2人がもう本当、道中不調でございまして、まあ、なかなか声をかけることができませんが、まあ、懸命な作業はあ今日も、えー、最終レースまで、ねえー、2人とも続けていましたから、えー、あと残る2日間いいところを見せてもらいたいなと思います。ただね,さやね は今日朝3号艇で、えー、最後5がが、ね、1号艇で負けてますからねこれはちょっと本当にまあ重傷なんだろうと思いますけれども。 それでも懸命の立て直しを図ろうと努力している姿がまた、えー、すごいなと。もう俺みたいな性格を得たらすぐ諦めるからね。えー、その辺が、まあ、平田沙やかのもうプロたるゆえんでございましょう。えー、ぜひ最終日まで頑張ってもらいたいと思います。さあ、それでは、この後、準優勝戦の予想の方へと移ります。 2020年3月29日ボートレース常滑「常滑シンデレラカップ」18人の美女が出そろったまずは10レース聖なる1マークのマーメイド小野聖なサシのマエストロ松本明江木村さゆきに土屋なみ倉持リーリそれから6号艇が逆さゆり11レースはアイアンセブン平高7 水人も魅了する魔性の香りが、魚谷香里原田由美千葉真矢北津杏奈に松尾んかなみ、12レース、1号艇から平山地下に黒沢恵み、樋口ゆかりはモナリザモンキー、西橋奈美と続いて5号艇、地元のエースが出口マー子で最後の6号艇、山下勇樹で以上18選手でございます。そして私ピックアップしましたのが、 12レース今ご紹介しました通り内から平山下黒沢めぐみ樋口ゆかり西橋奈美出口真子山下裕貴の6人ですえもうね優勝が大体これはまあまあ見えてきたというか順位 三個レースの一号艇がおのせいな平高なな平山地下ですからね、えー、きっちりまあ言うたらドリームのー面々が大体いいどのレースもうちに入りましたね。あえて言うなら黒沢恵が樋口ゆかりの一角崩して、えー、予選6位で通過ということで、えー、12レースの二号艇に組まれました。 さあ、そして優勝の行方ですが、4日目の最終レース、えー、蜂須水のものすごいね、えー、まくりを、おね、もうなんか見越してたというかね、わざとやり過ごして、こりゃもう向こう行くなという、あそこからの冷静な裁きで平山千佳がしっかりとも八住のあの、まくりの見せ場がなかったことのような、 綺麗ななんか逃げ切りみたいになってしまったぐらいのね、えー、バックでしたから、まあ、平山自身のレースの見え方もすごいけども、やっぱりモーターもね、えー、昨日の予想動画でも言うたと思うんですけれども、えー、ギアケースを変えてまあ一変させたというところが、まあやっぱりね、女子の中では整備力、また水面に出ての技術もちょっと違うんでしょうね、優勝は平山知花がだいぶと、えー、近づいてきたんじゃないかなという気がしますけれどもね。 で12レースを選んだのは、まあ、10レースはね、まあ、ぶっちゃけやっぱり、この動画としては、小野聖奈に買ってもらうのが一番ドラマチックでいいと思ってるんですね、だからまあ小野聖奈に買ってほしいけど、ここ結構強力でしょ、2号艇ね、2マークのサシのマエストロー、松本明おるし、ブンブン吹いてる木村紗友紀おるし、土屋南おるしね、これ、小野聖奈実はちょっとやばいんちゃうかなと思って。 うんでもなんとかまあおのせいなのでやってもらおうと思てるで11レース見たらこれね平高魚谷の差し、原田由美のうんっていうとこれ多分平高言うたってこれ来るよこれこのメンバーやったらね3コース4コースにあんまり攻めおらへんもんそういう意味で言うと12レースが平山鉄板のように見えるけど3コース樋口ゆかり4コースがね西橋並みまあ3号艇4号艇ということでまあ枠なりやろうから。 この辺りはやっぱりこう攻めてでくるから、一つ波乱があるとしたらこのレースちゃうかなと思って。で、えー、平山から一応変えますけれども、樋口ゆかりが平山をまくるところまではいかへんと思うんで、えー、それを冷静に見た西橋が、えー、展開ついて、まあ、差し。 栄養、まあえー、に言うたらまくり差しやね、えー、そういったところが入るんやない入ってくれへんかなということで1441折り返してみようと思って41だったらちょっとつくから1441の3と5で、まあ、13というのがもちろんこれも船券的には王道になるけれどやっぱりね地元常滑のね4人娘のうちやっぱりエース出口意地見せて乗ってきましたよ。 えだからあ、1、5、まあ言うたら3と4が少し、えー、ハンドルワーク失敗したときにね、樋口が行きすぎて、西橋が展開つかれへんかった時の出番が出口にあるんじゃないかなと。ほんで2着に来てくれたら準優をやなくて優勝戦乗れるからね、ちょっと応援も込,め込みで、1、5、3、4という。 6点になりますけども、いや、これ、めっちゃ難しい、でも、いや、3つとも結構難しいよな、10レースも11レースもね、まあ、11レース、1221で決まるかなっていう感じもせんでもないけれど、ほんで、順庸って最近、どこの庄の順庸でも、3つのうち、必ず1つバカ割れしますからね、だからその辺みとかなあかんかよ、これ、おのせいな平高と決まったら、もしかしたら12レース、平山飛んだらもう、まさしく終われになるから、10レース、11レースが固く収まったときは、12レースは。 思い切って、西橋頭で買うてもええんかもしれへんね。うん。まあそんなのはもう当日でしか流れは見れませんから、まあ皆さんもうボートレースはね、ほんと、モーター、腕、ね、枠番いろいろあるけど、結局当日の流れ、出目も見るのも非常に大事なんで。 まあ皆さん日曜日どこも行くことできないでしょうからゆっくりとえーボートレース十名のこの十名シンデレラカップう明日は朝から晩までお楽しみいただきたいと思います。ひとまず私の五日目準優勝戦の推奨レースは十二レース平山鉄板ちゃんかな。いや毎回言うてるな始まったらあっという間やもんね。本間にね。 時間たっぷりあるように思いますけども瞬く前やし、ほんで女子レーサーはとにかく整備しますからあのー、これね、えー、僕らも声かけるタイミングがもう本当にいつもキワキワになって大変なんですけれどもまあああ えーですから明日はあ優出選手の、えー、インタビューになるかと思いますけれどもまた明日も東スポウェブのインタビュー動画そして、えー、優勝戦のこの私の予想動画も、えー、楽しみに待っていただきたいと思いますボートレースとこなめとこなめシンデレラカップいよいよ準優勝戦を迎えますまた明日皆さん一生懸命手を洗って船券買ってくださいじゃあねー